ウエスタ魂100連発さあ始まりましたウエスタ魂100連発でもうすでに101回目のプロポーズは済ませたんです。終わりました。102回目今回102回目はい、ね、何のツッコミもないこの、ね、中途半端さ何ですか、ね、この動画で振り返ったおじさんだけ6人プラスもう1名あのカメラのあ出てきました。来ましたね。はい、ブースでも、まあ、あの3月ですね、2013年3月から始めて6月中にですね100本撮り終え、はい、ちょうど2013がねプレビューが出てくるね、その前に終わったっていう、前に終わったという、はい、そうですね、素晴らしいタイミングですよ。ちょっと良かったですね、なんかダラダラね、2013の撮り直しですね、続くとか続かないとかなんかこういろいろ噂話ですよ。ああそうですね、それはちょっと置いといてコミットしないね、まあ、今日はと言いますかこの回は、こんなねおじさん6人映ってますけど総勢7人でVS 魂100連発の振り返りを行いたいと思います。みんな静かにならないそこだね、ゆるくゆるく、はい、そもそもですね、そもそも VS 魂100連発、これ今映ってますけど1回目うちの長坂と明井上、はい、ダブルで毎日やるとかって言ってましたね。本当はね毎日あ毎日時間帯とか言ってたので、ね、結構、まあ、ラフに、うん、だからアーカイブとかで見てる人も多いんでしょうね、やっぱり ね、まあ、総勢100人もエヴァいないですね、十何人もエヴァンジェリストが、入れ替わり確かにですね今ゆる延べ100人、はい、まあ、延べ100人ってことですけど、まあ、そもそも、ね、VS 魂100連発なんかタイトルがイマイチじゃないかっていう噂もちらほらありますけど、誰がそんな誰ね、VS っていうのはバーサスじゃなくてビジュアルスタジオね、はい、VS 魂で、まあ、ビジュアルスタジオってねたくさん機能があるので、まあ、100ぐらいは余裕かなということで100いきますってことで連発しますってことで、で、まあ、一つずつね1魂2魂重ねてきたわけですが、はいはい、やっぱり何かを届けるときには魂でしょと、エヴァ魂、エヴァ魂、そして何かをやるときにはやっぱり愛がなければねダメですね、見ていけないですね。あれちょっと、振り返ってみましょうか。滑ってますね。はい、いや100個達成したっていう、はいはい、ね、こんな感じでね、はい、で見てみましょうか。ちょっと切り替えてください。はい、ざーっと、うん、ちょっとずーっと動かしていきますけども、うん、まあ、いろんなのありましたね。ね、軽いのから重いのまで、ね、マニアックなものから10分なのになぜか30分とか、そうね、うん、誰ですか、本当は10分って言ってたらなんかね普通に誰ですかね30分ね、ね、最長記録は僕です、うん、あで最短記録多分私だと思うんですけどね、4分ぐらいしか喋ってないからありましたね、最短ですね、あ、モネさん3分か、モネさんが最短ですね、太田さんの時見てましたよ後ろで、ね、伸ばせ伸ばせってはい、こんな感じでちょっと順番並んでないとなんか音声途切れのため最終録みたいのもありますけどこれ大ちゃんね、それさっき撮ったやつですね、あ、さっき撮ったんですか、101回目音声が入ってなかったんで、ああ、それ音声音声入ってなかった音声入ってないとね、なんかあれですか、こう記憶こうすごく思い出深い回とか、あそこちゃんと携帯を止めてるよ、携帯が止めてるすいません、思い出深いのはあれですよ、新井さんの、新井さんの、新井正蔵さんのランタイム、あ、これは一体どこで使うんだろうっていう、ね、でもなかなか中身は面白かったですね、あ、うん、十何回目、そう、なかなかね、あの奥の深い新井さんっぽいですね、さすが新井さん、ね、うん、そう、これですね、うん、こんなに実用的じゃない、 でもこんなに面白い買い物、まあ確かに、ね、そう、何か役に立ちますよって言ってましたね新井さん、そう、これはもうなか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 面白かったです、いいんですよ、そう、まあ私もねマニアックさで言えば負けてない感じもありますね、ガジェッター、ガジェッター、それから DSL ツールキット、あれ意外とダウンロードが、ね、多いっていう、うん、不思議な、じゃあちょっと人気の動画、これはビュー数ごとですかね、うんうん、で並べ替えてみると1位ブレンドですね、これ誰ですかね、すごいっすね、これしのぶさん、ブレンド魂の第1位、第1話がね
まあこれはあれですね、時間の経過が一番長いからね。すごいっすね。緑のなんか、これすごいじゃないですか。緑の物体、ね、緑の物体のメディアクイリーはいいっすね。ね、この格好でやってほしかったですよね。ね、いや映んないんですよね。ね、いいじゃないですか、ね。消えちゃう。モバイルが受けたの？モバイル？だからディスプレイモードやってそのデモをやってて、みんななんでこんな見てるんでしょうね。モバイルがいいんじゃないですか、ね。この緑に惹かれてるんだよ。うん、全然違うと思うんですけどね。怖いもの見たさ。UI テストの自動化も人気ですね。あーこれね、あ素晴らしいですね。これ岩出さんですよね。両手をこうやって上げて。そう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 。これは私。あ、岩出さん。これは。この辺りで太田さんが後ろにね横切ってるやつがあって、あれが横切ってる最中に背中がこう後ろになんか誰かこう見えてる。ああ、そんなこともありましたね。あの魂の残骸がこう結構ねネットでちょっと巷で話題巷で話題あとね、多分岩田さんとか私はたった一人で、そうですね、っていうのもね、やりました、うん、岩田さんはちゃんと横に置いてあったんだけど、はい、私は遠いところに置いておいたんで言っては消え、また入ってたみたいな。一人収録。あ、こんな感じね。また消えてる。結構こうやって見ていくと、まあね、これまだ数百回なんですけど、ビューね。あまりさ、ビュー、ビューがね。これからあと1ヶ月ぐらいで1万ぐらい超えると嬉しいですね。まあ、ちょっとチャンネル登録者が1000人超えたいですね。ああ、素晴らしい、ありがとうございます。で、ほら、で YouTube へ。DSL ツールキット、ね、ガジェッターよりも DSL の方が、うん、すごいな。かなり人気ですね。ね、組み込み常時的にはいいんですか、その順番。いや、いや、ちょっと不満。常時不満。なんかこう、ずーっと見ていくと。JavaScript ってやっぱ上の方ですね。そうですね、やっぱり。うん、やっぱ多い。やっぱりね、えメジャーな言語だってことですね。うん、ねえ、そうですね。まあいろんな感じでね。そっか。まあこんな感じ。結構こんな感じで。ね、うん。黙ってしまうと放送事故になっちゃいます。ね、うん、それなんか2人で喋ってるバージョンと1人でやってるバージョンじゃないですか。うん、2人でやりやすい人もいれば多分1人の方がやりやすい人もいるのかなと思うんですけど、うん、皆さんどうでした？太田さんと私なんかこう掛け合いやったことも確かあったと思う。ああ、ありますね、うん、あと大ちゃんと掛け合いとかですね、一、うん、人だと寂しいって人いますよね。ああ、うん、そうですね。つねさん二人でやったことあるんですか？あ、太田さんじゃない、岩出さんが横にいたのかな。なんかありました、ね、ありました、私も横にいて、うん、あ、そう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 、大西さんもありました。突っ込まれてるけどボケて、うん、ボケて、 あと今日もそうですけど、一人で撮ってるけど岩出さんに話しかけるみたいな収録を岩出さんがしてるんですよね。どうしてもね、あの収録機の方見ちゃうんですか。そう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 、カメラ持ちですよ。カメラじゃない方見ちゃって、あとこれあれですね、あの結構エヴァがね、なんかなんていうの、あの、あ、VS こんな検索機能あったんだとか、結構こう意外と、ね、知らないことあるじゃないですか。そうそうそう、ね、こんなことできたのみたいなね。私結構うまちゃんの、あの最後の方に撮ったやつは、とか言って前からありますよとか言われちゃったり、あ、トゥードゥーとかすごいですよね。あんな機能があったと実は知らなかったという。単にトゥードゥー書いただけであんなことが起きていたなんてみたいな。我々エヴァンジェリストさえ知らないことがあるってことはね、もっと皆さんも知ってもらいたいこといっぱいあるわけですね。そうですね、だからそういう意味では100回だとね、本当は足りない、ね、なんかこれ1000人だったら次の展望を語る太田さん、まあ、あとやっぱりビジュアルスタジオっていうのはこの開発ツールで、でやっぱりそれを作る対象のプラットフォームとかテクノロジーいっぱいあるんでね、まあ、今回の VS 魂100連発はビジュアルスタジオにフォーカスされてますけど、なんかね、いろいろやりたいですね。うん、ね、声小さくなっちゃいますよ。みんな、皆さん、なんか声が動員がやられてない感じですけど、やりたいです。やりたいやりたい。なんかあれですね、デバイス&サービスみたいな形で。まあそうですね、デバイス&サービスって形だといろいろできますよね。そうですね、なんかこう想定して、ずっと一から作っていくのをこう何回かに分けてやるっていうのもいいかもしれないで
ですね、うん、カメラはカメラはあっちです、ね、そんなのもあるかと思いますけど、はい、10分超えましたけどどうですか。そろそろ待ってますから、ね、30分とかあればいいんじゃないですか。そうですね。そろそろじゃあ、うん、あとなんか皆さん語りたいこととか。大ちゃんなんか黙ってますけど。いやいやいや、ジャンプやめてください。もうコリゴリだ。そんなことないですか。冗談冗談です。まあね、あの個人的にはもっといろいろやりたいことあったんですけどね。例えば。例えば素人さんを横に置いて、素人さんにやらせながらエヴァンジェリストがこう言っていることをやってもらって、で鋭いこうツッコミでエヴァが絶句するとかね。そうだね。ゲスト呼ぼうって言ってた。ね、うん、カメラカメラゲストカメラあとは、はい、あの社外の方とかね、うん、ええ、あの時あのビジュアルベーシックはちょっと心残りですね。ビジュアルベーシックあんまりやってない、ね、なかったかな。一個一個やってますよね、岩田さん。ビジュアルベーシックネタちょっと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 ということで、まあこんなもんですかね。なんか、はい、語りました。はい、こんなのいいですか。語り尽くしました。語り尽くしました。エヴァンジェストね、喋、まあ、り出すと止まんない人が多いですからね。平気で40分、50分喋っちゃう人とね。いますね。いますいますね。ねえ、このネタ分けてって言ってるのよ。はい。まあ、そんなところでですね。一応あの100いったということでこれ区切りですけれども、はい、カメラ目線でぜひ、カメラ目線、はい、あ皆さんこうカメラ目線で、はい、もしかしたらまた次あるかもしれない、知れない、ね、今日4月1日、ねね、皆さんのご要望が大きければ、そうですね、あとやっぱりどうしても一応録画して何やってすみません録画してそれを見てもらうっていうのもあるんですけど、やっぱりリアルタイムにも見てもらいたいなっていうのもあるんですよね。あれ、ああ生でね、生でね、はいはいはい、ちょっと時間とかね難しいんだけどね、皆さんね業務時間中にね、そうそうそうやるっていうのも見るっていうのもねなかなかあれなんですけどね、まあいろいろ反省もありつつ101 ということであまりグダグダやってもしょうがないので、こんな感じでこのシーズンファーストシーズン、セカンドシーズン、ファーストシーズン、ファーストシーズン1、一応終了と、終了ということで、ファーストシーズン終わりましたね。はい。ファーストシーズンだった。なるほど。セカンドシーズンはいつ？いやそれは皆さんのご要望次第ですね。こんなネタが聞いてみたいとか、こんな風にちょっとやってほしいとか。って全部やること前提に言っちゃってる感じもありますけど、うん、それもここまででいいんですよね。ここまででいいんですか？この先でなんか連絡送るみたいな。ここって私は 何気にアキラさん指しちゃってますけどね。これブログですよね。ブログね。ここを通してなんか、まあ、コメントとかいただけるか。はい。ということで、見ていただいた皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。